前園がボールをもらいに走っています。手元の時計では残り4分を切りました。日本1点リードされています。シュートを打った。ゴールが決まった。井原のシュート、素晴らしいシュートでしたね。これは後半41分、井原が決めた。2対2の同点、日本同点に追いつきました。これは素晴らしいですね。日本4番井原正巳のシュートでした。 The goal was scored by number 4なんか先日のドーハの悲劇を知ってる選手が本当頑張ってくれてますよね。はい、新生日本代表、ファルカン日本代表、オフト時代からの代表の井原が決めました。残り3分、井原のシュートで同点に追いついた日本。さあ行ってほしいですね、このままね。